アンニョンカオリです。本日は韓国語の否定文について学んでいきたいと思います。前の前々回ぐらいの授業で何々ですっていう普通の肯定文を学びました。一応おさらいすると、一番丁寧な言い方が何々意味だ、何々意味だっていうのが何名詞足すですになります。で、まあ、すでに丁寧なんですけれども、意味だよりは若干カジュアルになるのが何々言えよっていうような言い方でした。で、これはパッチムがない名詞が前に来ると言えよになるんですけれども、パッチムがある場合は言えよになったと思います。じゃあ今回は逆に名詞何々ではありませんって言いたいときどうなるかを説明します。まずより丁寧な方は、何々ではありませんは何々いい、もしくは何々がアニミラになります。で、パッチムがあるときはい、ないときはがです。で、こちらさっきの言えよと言えよに対応するのの否定文の方が、何々いい、もしくは何々がアニエよっていうふうになります。これなんでいかがかっていうと、皆さん覚えてますか？何々がっていう時と何々はっていう時、パッチムありの時はいい、なしの時はがで、何々はっていう時にパッチムありの時はうん、なしの時はぬんになったと思います。なので、この冒頭に来るのはパッチムのありなしでいがつくかががつくかが変わってきます。はい、何々ではありませんっていう時の最も丁寧な言い方は、何々い、もしくは何々がアニミニだってなります。例文を見ていくと、彼氏ではありませんっていう風にして否定する時はナムジャチングで、ここにパッチムがないのでがが来てアニミニだ、ナムジャチングがアニミニだっていう風になります。で、次、日本人ではありませんっていう時はイルボンサラムで、ここにパッチムが来ているので、後ろにイが来てリエゾンが発生してイルボンサラミアニミだっていう風になります。私もなんか韓国留学中に、多分韓国で洋服を買うようになってから韓国人に間違えられるようになったので、結構韓国人ではないんですっていうのをよく使ってたので、皆さん馴染んできたらぜひ使ってください。はい、でもう一個の言い方、何々い、もしくは何々がアニエよっていう時の例文見ます。また同じく彼氏の時はナムジャチングがが来てアニエよっていう風になります。で、日本人ではありませんの時はイルボンサラミアニエよっていう風になります。はい、簡単だと思うので一応否定文練習問題に早速行ってみたいと思います。まず、本当ではありませんって自ら否定する時、本当はチンチャって言いますよね。で、チャの下にはパッチムないので何が来るかというと、チンチャがアニミだ、もしくはアニエよ、チンチャがアニエよっていう風になります。じゃあ次の例文、学生ではありません。学生は前回の単語一覧でも勉強したと思うんですけれども、白線っていう風に言います。で、ここにパッチムが来ているので、この後ろにはイが来て白線にアニミだ、もしくは白線にアニエよっていう風になります。最後、ここではありませんよって教えてあげるとき、ここはヨギでした。ヨギにもパッチムがないので、ヨギがが続いてヨギがアニミだ、もしくはヨギがアニエよっていう風になります。はい、なんか否定文結構簡単だと思うので、ぜひ使いこなしてください。プラスの情報で、何々ではありませんかっていう否定疑問文を聞くときの説明をします。まず一番丁寧なのは、何々もしくは何々がに続いてアニミがになります。前回思い出していただきたいんですけど、肯定文だとイミだが、質問だとイミかに変わったと思います。これと全く一緒で、否定疑問文になる時も、何々いもしくは何々がアニミかっていう語尾がかに変わります。で、もっと簡単なのはこっちのアニエヨの方です。こっちもですね、普通の文章だとイエヨもしくはイエヨだったのが、
ハテナをつけるだけで疑問文に変わったのを思い出してください。でこっちの否定疑問文も全く一緒で、ハテナをつけるだけで疑問文になります。なので何々ではありませんかって丁寧なバージョンで聞くときは、何々いい、もしくは何々がアニエよって語尾をよって上げてあげるだけで疑問文になります。例文を見ていきます。はい、まず一番丁寧な聞き方は、何々いい、もしくはがアニメかっていうときです。でもしかして芸能人とかに出会ったときに、歌手の方じゃないですかって聞くときは、カスがアニメかになります。カスにはパッチミがないので次にががきます。で次、日本人の方ではないですかって初対面で聞くときとかは、イルボンサラミアニメかになります。こっちは何回も出てきている通りパッチムがついているので、リエゾンしてイルボンサラーミっていう風になります。じゃあ次、より簡単なイエーヨの方は、何々いい、もしくは何々がアニエヨっていうのが疑問文です。で歌手じゃないですかって聞くときは、カスがアニエヨで、日本人の方ではないですかって聞くときは、イルボンサラーミアニエヨっていう風に聞きます。はい、でこういう何々じゃないんですかっていう、あのノットがつく疑問の形を否定疑問文ってよく言うと思うんですけれども、英語を学んだことがある人はこれの答え方が英語と日本語違うっていうのを聞いたことあると思います。ちょっと1個例文で、例えばなんですけど、 Can't you swim? ってあなた泳げないんですかって聞かれた時に、日本語だと泳げる場合はいいえ泳げますって言って、泳げない場合ははい泳げませんって言うと思うんですね。ただこれ、英語で答える場合は Can't you swim? って聞かれた時に、泳げる場合は Yes I can になるんですよ。で泳げない場合に No I can っていう風になるので、英語だと必ず肯定文の前には Yes しか来ない、で否定文の前には NO しか来ないっていうルールがあるんですけれども、日本語はいいえできますとか、はいできませんとか、肯定文の前にいいえ、否定文の前にはいが来ることがあるっていうので、結構あの英語の否定疑問文は答え迷っちゃう人が多いっていうのを聞いたことがあります。じゃあ韓国語はどっちなんだろうっていうのなんですけれど もう結論から言うと日本語よりです。なので相手に言ってることが正しければねえってはいって答えて、相手が言ってることが間違ってたらあにょで始まるっていうのが基本になります。ただこれあのネイティブのハンビョル先生とも話してて気づいたんですけれども、こういう分かりやすい否定疑問文の時はこうなんですけれども、例えばあなた犯人じゃないのって聞かれた時、これも否定疑問文なんですけれども、そういう時は日本語でもいや犯人じゃないよって言って否定と否定が続きますよね。なので結構質問の内容によって日本語と韓国語は答える、一番最初に Yes が来るか No が来るかっていうのは変わる言語なんだなっていうのを気づきましたので、ぜひ皆さんこれ頭に入れておいてください。英語だけはもう肯定文の前には絶対 Yes、 否定文の前には絶対 No が来るんですけれども、日本語とか韓国語はニュアンスでどっちで答えるかが変わってくるっていうようになります。はい、というわけで、日本人の方ではないですかって、イルボンサラミアニエよって聞かれた時は、実際 に日本人じゃなかった場合はここをそのまま取ってアニエよって、違いますってノーの意味で答えます。なので英語と一緒ですね。ドンチューって聞かれた時に違った場合はノーで答えるっていうのが韓国語になります。はい、じゃあ早速練習問題を見ていきたいと思います。また学生出てきました、白線、学生ではないですかって聞きたいとき、白線の後は E が続いてアニミカもしくはアニエヨとなるので、白線にアニミカ、白線にアニエヨとなります。雨じゃないですかって聞くとき、雨はですね P です、 P、 この一文字なので後ろにはがついて、 P がアニミカ、 P がアニエヨとなります。で、なんか予定があった時に、それって明日じゃないですかって聞く時、明日はね、いいなので、ここにパッチムがいる場合はいいが続いて、ねいりあにみか、もしくはねいりあにえよって聞いたら疑問文になります。はい、というわけで今回は韓国語の否定文と否定疑問文について学んでいきました。何回も繰り返し見て、ぜひ身につけてください。それでは、よいしょ、さらんへーとまんなよー。